勉強ついてね。よし、よろしくお願いします。これからマグロを下ろさせてもらいます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は入学するにあたって約束があります。約束はフォークリフトとかね、いっぱい道具があるのでなるべくこの辺からもう出ない、あの白い線が出ない、ね、周りをよく見る。ちょっとまず下ろすのだけ見てもらえますか。これはちなみに何キロあるでしょう。9キロ？もう何キロ？15キロ？20キロ。お、103キロのマグロ。メバチマグロ。メバチマグロ。骨を取ってきた。お腹いっちゃうだ。21キロ。お腹いっちゃうだ。21キロ。21キロ。違います。大トロはお腹の部分なので、これは背中の部分なので、そう、全部ここが中トロになります。全部中トロ。ここが赤身。で、ここが血合いっていう部分で、ここからこの上が赤身。この汁全部中トロ。ってことはこのマグロどう？もう中トロだろって。赤身と中トロしかないんだよ。すごいでしょ。よし。わかった？はい。オッケー。オッケー。はい。オッケー。
顔と胸板はつめつめて動いて。はい。オッケー。動いてください。行きます。ほら、マグロを冷やすためにお腹に氷が入ったでしょ。ほら。ほら。洗った時ここから水出てきた。いや、白い息。冬にハーってやった。ああ、氷のね。ほら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 。出てきた。この冷たさはドライアイスのことあるかな。じゃあこっからスパチスピードレース。私たちスパチ見学。お楽しみコーナー。じゃあ3人でじゃんけんしてください。はい、じゃんけん。じゃんけんぽい。よし。そうでしょ。3番の人から。誰？2番だから。ねえ、ちょっと待って。マグロの師匠。ねえ、マグロ教えてくれた師匠。おはようございます。もうじゃ師匠。俺4番でいいんだけど。何で私に勝つのか。マグロを切る。切ってもらいます。この通り。これは全部。売り物だから全部切ることできないけど、今日は3番の人このヒレ切ります。2番の人反対側のヒレ切ます。3番の人喉の顎に切ります。ヒレを持ち上げて、はい、ちょっと解体ショーみたいにあっちも見たらこっちも見たらみたいに、はい、行きます。これから切ります。行け行きます。行け、はじめ頑張れ、応援して、みんな頑張れ、頑張れ。逆にマグロを上に見てきてもほら、力いるんだ、ほら。大事だ、せーの、ほいほいほい、そうそうそう、キレ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 。切り終わったら拍手だよ、みんな、いいか。切れたらみんな拍手だよ。いけいけ、はい、もう一回、もうちょい。これ、もうちょい、これ。はい、さっきみたいに、ヒレ持って。はい、これだ。で、ここで、次、こう、引きながら切る。もうちょい、もうちょい、もうちょい。事件、はい。いけ、はい、いけ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 、はい、きれい。OK。ここに心臓がある。でも今もう心臓取れてるから、つばき違いにここに跡つけてるから、よし。ここを、はい、ちょっとバック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 。かわいそう。よし、いいぞ、引け。はじめ。引いて、きれい。おお。おお、いけいけ。お、両手でやっていいよ、両手で、両手で。いけ。引くときに力入れて、引くときに力入れて。そう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 。細かく、細かく。あ、上手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 。もう半分いった。頑張れ。おい、もちょ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 。すごい。だから、本当に。ここまで使ってる。もっともっともっと上に。奥まで、奥、奥。おい、綺麗だけど、もちょ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 。頑張れ、頑張れ。もっともっともっと大きく、もっと大きく、もっと奥、もっと奥まで頑張れ。もかもかもか、切れたら拍手だぞ。もうちょい、引け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 、すごい人、もっと大きく、もっと大きく、そう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 、もうちょい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 、頑張れ頑張れ頑張れ、もうちょい、頑張れ。
ったら拍手だぞ。いきます。もうちょい。はい、みんなどうだった？心臓の…心臓ある。硬かったでしょ。硬かった。よし、次入って、やって、手やろ。あ、いいか。どっちが美味しいか。いい質問投げてくるね。基本的には多分オスの方が美味しいと思います。というのはメスだと産卵っていって卵に栄養取られちゃうので、なかなか身が痩せていってしまうので、そうなるとおそらくオスの方が美味しいと思います。わかりましたか。はい、答えはオスです。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。マグロは時速何キロ？マグロは時速何キロで泳ぐか。これもまたいい。いっぱいいろんな研究の人がいて、だいたい平均すると80キロぐらいで泳ぐそうです。カジキって言って鼻が長いカジキとかいるでしょ。ああいうのはだいたい100キロとか110キロとかそのぐらいで速く泳ぐそうです。例えば約80キロです。ありがとうございます。マグロは何種類ですか？マグロは何種類？マグロの種類ですか？よし、じゃあ一番いい質問聞かせて。またマグロの種類いきます。みんな聞いてて。マグロの種類、クロマグロと分かる。ボンマグロと一緒です。クロマグロ。その次、南マグロ、インドマグロって言います。その次、お目目がバッチリ、メバチマグロです。今日みんな持ってもらったマグロ、一番最初切って立ってるのがメバチマグロです。その次、キハダマグロになります。その次、ビンチョウマグロになります。まあ大きく分けると、日本で一番よく食べられているのはこの5種類がマグロの種類で使われます。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。これで私の質問タイムを終わります。よろしいですか？はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。来てね。また来てね。はい。一番楽しいでしょ。はい。どうでしょう。やっぱりですね、こういう若い子、子供たちに、まあ、市場を見てもらって、やっぱり改めて佐々木チャンネルを、まあ、始める、きっかけ、理由の一つに、やっぱりこういう子どもたちが、市場見てもらって、魚の魅力、魚の魅力っていうのを、まあ、分かってもらって、今後の、まあ、人気の職業、今ダントツで YouTuber とかありますけども、もちろん、まあ、これも YouTube ですけどやってますけども、まあ、これも一つ含めて、魚屋というものはすごいんだ、面白いんだ、やってみたい、なってみたいっていうのと同時に、魚を食べてもらってやっぱり魚は美味しいなっていうことを伝えられればと思って、まあ、その一つの役に立てればなと思って、まあ、一生懸命やらさせてもらいました。ありがとうございました。